こんにちは、のりこです。今日はお家やオフィスでできる椅子に座ってするチェアヨガをしたいと思います。デスクワークが多い方、または今お家でリモートワークをされている方、リフレッシュの時間にちょっとした隙間時間にやっていただける内容ですので、ぜひ試してみてくださいね。それでは始めていきます。ではまず椅子に座った状態で浅く椅子に座ります。そして椅子の端をつかみます。ではまず胸をしっかりと開いて心身をリフレッシュさせていきます。息を吸いながらまず胸を開いて少し持ち上げていくイメージです。目線を斜め上に上げていきましょう。ではあともう一つ息を吸って、肩甲骨と肩甲骨の間を中央に寄せます。大丈夫であれば吐きながら頭を後ろに倒します。ではこのまましばらく深い呼吸です。胸を開いて心地よい呼吸を入れていきましょう。それではゆっくりと息を吸いながら頭を起こして吐いて肩の力を抜きます。それでは続いてお尻のストレッチをします。まず右のお尻からストレッチです。足を持ち上げて左のお膝の上に右の足首を乗せます。それでは右手をお膝に、左手を足の上に乗せます。息を吸って一度背骨を上に引き上げて、吐きながら痛くないところまで体を倒してみます。途中で痛みを感じたらゆっくり上体を起こすか、または右足のかかとを体に引き寄せると少しストレッチが弱まっていきます。心地よいところでキープです。息を吸いながらゆっくりと上体を起こします。吐きながら右足をゆっくりと下ろします。では続いて反対です。左の足を持ち上げて右のお膝の上に乗せます。では左手をお膝の上に、右手を足の上に乗せます。鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと上体を前に倒していきます。心地よいところでキープです。途中でお尻に痛みを感じたら上体を起こしたり、左足のかかとを体に引き寄せて調節をします。それでは深い呼吸を繰り返します。息を吸いながらゆっくりと上体を起こします。吐きながら左足を下ろします。それでは右のお膝を横に開いて、左のお膝も横に開きます。そして右のつま先は外側に向けて、左足のつま先は斜め外側に向けておきます。少し浅く座ります。もし左のお膝がしっかりと伸ばせそうでしたら伸ばします。それでは両手をお膝の上に、鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと目線を右に向けていきます。ではこのまま深い呼吸です。息を吸いながらゆっくりとお顔を正面に戻します。それでは足を入れ替えます。左のお膝を曲げてつま先を外側に向けます。足首の真上にお膝が来るようにします。そして右足を伸ばしてつま先は斜め外側に向けておきます。お膝曲がってても大丈夫です。もし伸ばせそうでしたら伸ばしていきます。
しっかりと内股を開いて両手をお膝に乗せます。鼻から息を吸って背骨を一度引き上げて、吐きながらお顔を左に向けていきましょう。深い呼吸を繰り返します。椅子に座った状態の静止のポーズ2です。内股を心地よくストレッチしていきましょう。それでは次の吸い気でお顔を正面に戻して、ゆっくりとお膝を閉じます。それでは続いて椅子の前に立ちます。では両手のひらを椅子の上につきます。手首の真上に肩が来るようにします。安定したら息を吸いながら右足をゆっくりと持ち上げます。できれば床と平行になるまで持ち上げて、つま先を下に向けていきましょう。ではこのまま深い呼吸です。次の吐く息で右足を下ろします。それでは反対で次の吸う息で左足を持ち上げます。床と平行になるまで持ち上げたら、つま先を下に向けて、目線は下です。深い呼吸を繰り返します。右の足の裏側の筋肉が心地よく伸びていきます。しっかりと左の太ももの裏の筋肉を使っていきましょう。では次の吐く息で左足を下ろします。息を吸いながらゆっくりと上体を起こします。それでは最後に椅子の後ろに立ちます。足の幅は骨盤幅程度に軽く開きます。では背もたれをつかみます。鼻から息を吸って吐きながら後ろに歩いていきましょう。でそのまま腕を伸ばして肩を伸ばしていきます。心地よく肩と背中が伸びたところで動きを止めてキープです。背中が反りすぎないようにしましょう。楽にフラットな状態でキープです。椅子を使った子犬のポーズです。肩や脇を心地よく伸ばしていきましょう。肩甲骨はリラックスです。それでは息を吸いながらゆっくりとお顔を上げて戻っていきます。それでは今日のレッスンは以上です。ずっと同じ姿勢が続いたり、長時間座ったままでいると下半身がむくみやすかったり、肩や腰が凝りやすくなります。時間を見つけて休憩をとったり、適度に体を動かすようにしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。